こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の12月12日を3時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 41.94 ということでですね、はい、42円を切ってるんですよね、はい、今日の午前中ですね、これ1時間足なんですけど、朝ガーンと落ちましたね、ちょっとびっくりです。まあそうだ、4時間足以上でいくとね、下げトレンドではあったんですけど、この42円ギリギリぐらいで耐えてたんですよね。でそこをもう抜けてガーンと 41.5 を切って、ここが下がって、で今ちょっと戻してはいるものの、まだね下げトレンドだということです。はい、こんな感じですね。ちょっとこれで、ね、下がね抜けないで耐えてきたんだけど、ちょっとね下ちょっと試しちゃったという感じかな。はい、ちょっとねここ、まあ、セリングクライマックスなのかどうかっていうのをねツイッターされてる方もいますけど、まあ、本当にねセリクラもここら辺でいい加減にしてくれと言いたいところですね。ではツイッター見ていきます。はい、こちらもちょっとね悲観的な記事でしょうかね。メインさん、カルダノの創設者はリップル対 SEC の訴訟は12月15日までに解決される可能性があると述べ、壊滅的な影響を警告していると。はい、チャールさんの最近の AMA の中での話みたいですね。はい、記事を読んでいますが、カルダノ ADA の創設者チャールズ・スキンソン氏は SEC とブロックチェーン会社リップルの間での訴訟を解決する可能性のある日付についてコメントしました。スキンソンによると、未確認の報告は最終判決が12月15日までに読まれる可能性があることを示していますが、結果は一般的な暗号通貨セクターに壊滅的な影響を与える可能性があると彼は12月10日にキャストされたビデオで述べました。しかしホスキンソン氏は訴訟の結果に関係なく、デファイスペースにスペースは政府でなく人の手に委ねられていると述べた。リップルの事件は12月15日に解決されるという噂を聞きましたが、それは何らかの形で業界に壊滅的な影響を与える可能性があります。しかしあなたが知っている、あなたはただ前進し続けます。何が起こってもそれはあなたたちがコントロールする分散型エコシステムです。アメリカ合衆国はカルダノが生きるか死ぬかを言うことはできません。あなたはそうします。世界、分散型エコシステムのポイントですとホスキンソン氏は述べていますと。あとまあちょっとね続いてますけど、まあ結果を見るのと、あとマチュアルさんが言うように、まあカルダノはねやるべきことをやっていくのみだというのがまあいつもの考え方ですからね。はい、なので我々もちょっとね耐えていくしかないかなと。まあ実際にこの壊滅的な影響が市場に価格としてね反映されてくるのかっていうのもありますね。まあなければいいなと思いますけど。はい、フォックスさん、要確認ビットコインの反撃。過去のデータを見るとビットコインは半減期の翌年に上昇し、翌々年に下降する傾向があります。次回の半減期は2024年6月12日の予定です。個人的にはこの前後までコツコツ買い増していく予定ですということで、まあ、この考え方の方ってね結構多いですよね。はい、で、こちらが下が見えないとちょっと見えないですね。はい、こちらが、2012年、2016年、2022年、2024年ということで、まあ、この前後でね、値動きが大きくなるということで、この、黄色というかこの白いうちはまだね、買い増しておくのがいいんじゃないかということでね。はい、ということで、まあ、この考え方でいくと、まあ、この年明け、ぐらいまでは、来年2023年の、しばらくまでは、仕込み時期だなということですよね。で、まあ、この前後ここら辺から、まあ、早く取るんだったら、まあ、年明けで、まあ、ギリギリでいくんだったら、まあ、来年の下期という感じなんですかね。はい、わかりませんけどね。はい、ビットタイムス、キスのジーン・シモンズ氏、現在も複数の仮想通貨を保有、ホードル戦略を維持。ハードロックバンドキスのジーン・シモンズ氏が現在も暗号資産を保有して続けていることが判明。BTC、LTC、イーサなど複数銘柄を保有ということでね、あれ、カルダノは言ってくれなかったのかと思って、ちょっとね、記事を見ていきたいと思います。
仮想通貨にハマっていて信じているとコメント。世界的に有名なアメリカのハードロックバンドキースのベーシストボーカリストであるジン・シモンズ氏が現在も複数の仮想通貨を保有し続けていると YouTube チャンネルの報告で明らかになりました。シモンズ氏は21年2月に自身が3000枚相当のカルダのエイダコインを購入したことをツイッターで明らかにしており、その後の報道でも同氏が複数の仮想通貨に投資していることが報じられていました。同氏は2022年6月のツイートでライトコインを含む14種類の仮想通貨を保有していることや今後もそれらの仮想通貨を保有し続ける予定であることなどを明らかにしていましたが、下落低迷が続いている現在も依然として仮想通貨を保有し続けているとのことです。クリプトハウスワイフはカナダのアルバータ州で開催された記念イベントの際にジン・シモンズ氏に対してまだ仮想通貨を保有しているかと質問したとのことで、この質問に対してジン・シモンズ氏は私は金融アドバイザーではないので何かを推奨したりするつもりはないと強調しつつ、私は仮想通貨にハマっていてそれを信じている、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなど様々な仮想通貨を保有していると回答したと報告されていると。じゃあちょっとこう飛ばして、ジン・シモンズ氏は自身が保有している仮想通貨の詳細を明らかにしていないものの、同氏は以前から保有している仮想通貨をホードルするつもりであることを語っていたため、 BTC、LTC、ETH、ADA など含めた14種類の仮想通貨が現在も売却されているされることなく保有し続けていると予想されていますということで、まあ、これのね元ネタの動画を見たんですけど、はい、残念ながらですね、カルダノの名前は出てこなかったということですね、はい、まあでもねあれだけ言ったんで持ってくれてると思いますよ。はい、コインポスト、ビットコイン売り優勢、 CPI と FMC 発表迫り警戒感高まると、あまりいい感じしないですね。はい、マクロ経済と金融市場、先週末9日のニューヨーク市場ではダウは前日305ドル安で取引を終えた。日本時間15日に控える米連邦公開市場委員会 FOMC では 50BP の利上げと政策金利であるフェデラルファンドの金利の誘導目標は 4.25 から 4.5% が見込まれる。次回 FOMC で 50BP の利上げにとどまった場合、過去4会合連続で通常の3倍となる 75BP の利上げとなっているため、ペースとしては減速とはなるが、大幅利上げが続けば景気が冷え込むことへの懸念が強まる。 FRB のパウエル議長は早期の政策転換には否定的かつ慎重な姿勢を示してきたことから、金融引き締めのフェーズ長期末期懸念も、なんて言いますかね、はい、すいません、くすぶるでしたね。はい、13日、22日、あ、22時半には CPI の発表も控えることになり、予想を超えるインフレ高止まりが懸念されうるとして投資家の警戒要因となっている。今年の米国市場はリーマンショック以来の下落幅であることから、年末に向けた節税より、タックスロスセリングも相場の下押し圧力を高めるとの指摘もあるということでね、はい、また あまり良くない話が出てきてます、まあ、出てきてますというか、まあ、これは時期的な話なので、まあ、分かっているものといえば分かっているものですけどね。はい、田畑さん、平議員、Web3 だ、NFT だ、AI だとかっこいいこと言うのもいいんですが、まず税金の扱いと基本から、しっかりやってください。大石さんはいつになったら分離課税にということでね。はい、まあ、平さん、この人が頑張ってくれてるんですけど、ちょっと結果が出てないんじゃないかという批判ですかね。ちょっとこれ見ていきます。暗号資産の取引で得た利益の課税のあり方について、税率が最大 55% にもなる雑所得扱いから、株式所得と同じ他の所得と切り離し、税率を 20% する申告分離への移行が23年も棚上げされる公算となった。仮想通貨ユーザーには自民党の政治に対し失望が広がっていると。はい、税調名物、丸抜審議の悲劇。現行のぼったくりともいえる税制の維持が実質的に決まったのは自民党本部で6日に行われた税制調査会だ。例年11月中旬までに税制改正の要望が各省庁から業界団体から集まり、その絞り込みを行う。見直しの対象となる税制はどれか、丸や三角、バツなどの判定をすることから会議や丸抜審議という名称で永田町のこの時期の風物詩にもなっている。今回仮想通貨の税制見直しについて二重三角の長期検討とされた、完全に見送りの×に比べるとましたが、三角よりは実現可能性は決めて低いというのが自民税調名物丸抜審議の相場とされると。はい、まあこれもね、今の相場低迷の
が伸びるね、一つの要因になるのかもしれませんね。で、お値段に戻りまして 41.87 円ですね。42円にいかないでしょうかね。はい、14,012.9×41.87 で元本が10万円ですので、計算しますと48万6720円のプラスということになりまして、はい、486.7% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。